テレポビズ。わすごい。あ、これヒデオ。ここ有名なとこやね。こちらは輪島市黒島地区というですね、伝統的な家屋が並ぶ地区なんですけれども、ご覧のようにですね、もう多くの家が完全に倒壊してしまっています。こちらの家もですね、完全にこの瓦の屋根がもう地面にまで落ちてきてしまっているというような状況です。そしてまあ倒れなかった家もですね、当然瓦が剥がれてしまって、あのようにブルーシートに覆われているというような、本当は美しい街並みなそうなんですけれども、もう無残に崩れてしまっています。もう家の中が完全に見えてしまってますよね。障子も破けて、襖もですね、向こうに倒れ込んで、家が半ばこう輪切りにされてしまったような状態になってますね。こちらは壁が剥がれ落ちてしまって、この土壁がですね、こうむき出しになったような状態になってしまっています。無残ですね。かなり痛々しい光景が広がっています。ちょっとお話伺ってもいいですか。東京から来たテレビ東京なんですけれども、はい、こちらはあの揺れはやっぱ相当激しかったんですか。すごかったです。どんな様子だったんですか、その時は。縦にも横にも揺れて長い時間続きましたね。はい、再生というか、まだ今したいですね。頑張りたいですけどね、もう今の状況で何も言えないですね。はい、こちらにお家が、これはあの親戚の家なんで、はい、様子を見にいらっしゃったというか、金沢からあの母が避難所なんで、今金沢へ連れに帰ろうかなと。ああ、そうなんですね。無事安否確認できましたって。もうこういう姿ってのはご覧になったと思うんです。いやね、ちょっと涙が出そうな感じですね。で、能登半島地震も乗り越えた。そうなんですね。みんなその時に結構 あちらの方とか、家を建て替えたりして、はい、でこの鳥居なんかも前の時に壊れたのをまたね、崩れちゃったから、ね、そうですね、ここにちょうどあったんですけれども、はい、あ、鳥居が、はい、あ、もう完全に今、そうです、崩れてしまってるという、はい、新しいでしょ。新しいです、はい、前もそういった、はい、まさにある意味で立て直したばっかりだったというか、はいはい、そうですね。地震後初めていらっしゃったような。そうです、そうです。久しぶりにいらっしゃった、はい、今すぐそこの避難所にいるって分かったんで、今からちょっと、はい、来たいと思います。すいません。ありがとうございます。はい、すいません。失礼いたしました。今、海岸沿いに立ってるんですけれども、あちらですね、白い砂が見える部分、本来は海の水が来てるんだそうです。ですが地元の人によりますと、地震で地面が隆起したのではないかということで、海の水完全になくなってしまってるんですね。